通貨の対極、大きいトレンド方向というのはこの実質金利が支配しています。皆さん大好きドル円だったらアメリカプラス 2.05% 実質金利、日本の円マイナス 2.8%、 もうドル円は買いです。はいどうもヨーチョーです。はい、今回はエントリー方向が分かる方法というテーマで話していきます。買いと売り、どっちにエントリーしたらいいのかが分からないと悩んでいる人は多いと思います。FX の大きいトレンドというのはある一つのルールに基づいて決定されています。今回の動画ではそれを紹介します。この動画を見てしっかりエントリー方向を掴んでいくぞという方はいいねボタンを押してからこの動画を見ていてください。さあでは今回取り上げる通貨、ドル、円、ユーロ、ポンド、豪ドル、この5つ取り上げますけれども、それぞれの通貨ごとに対極、大きいトレンドの方向があります。そしてそれを決定づけているのはこの実質金利というものになります。長期で見れば見るほど通貨はこの実質金利通りに動きます。プラスの通貨は買われる、マイナスの通貨は売られていく。通貨の対極、大きいトレンド方向というのはこの実質金利が支配しています。王様ですよ。結局王様には逆らえません。みんなも歴史勉強しましたけど常に王様いましたね。日本だったら将軍がいました。一番強いんですよ。もちろん短期的に逆に行くことはあります。ただ長期で見れば見るほどこの実質金利に沿った値動きになります。こちらは撮影時点の各国の実質金利を計算したものなんですけど、唯一ですね円、日本の実質金利がマイナスになっています。ということは長期で見れば見るほど円は売られ続けていく運命だということです。まして他のね国、ドル、アメリカとかユーロ、欧州圏、他の国も全部プラスじゃないですか。まあこのぐらいコントラストがあることっていうのは珍しいんですけれども、このケースの場合だったらまず実質金利がね先進国の中で唯一マイナスの国であるこの日本の円という通貨を買う理由はないです。それぐらいこの実質金利っていうのは通貨ごとの対極に大きく影響を及ぼします。皆さん大好きドル円だったらこの場合アメリカプラス 2.05% 実質金利、日本の円マイナス 2.8%、 プラスマイナスがもうこんなに極端にコントラストが出てるんで、もうドル円は買いです。売ったとしても本当に短期のテクニカル的な根拠でしか取引する優位性が見出せないなというところです。ここで疑問に思う人もいると思うんですけど、じゃあこのねマイナスの円を除いて考えるとアメリカのドルプラスで欧州のユーロもプラスじゃないかと。でこの場合どうなるんだって話なんですけど、この場合はアメリカが 2.05%、 欧州が 1.9% なんでアメリカの方が高いですよね。なので長期で見れば見るほどアメリカのドルの方が変わりやすいという形になります。ではそろそろ皆さんが気になっているであろうこの実質金利の求め方、計算式を紹介していきます。これめちゃくちゃ簡単です。まず政策金利、これは各国の中央銀行が敷いている金利のことですね。よくアメリカの FRB が利上げしましたとかECB が利下げしました、皆さんもニュースで見たことあると思います。その時に動いている金利がこの政策金利というものです。こんなのはググれば誰でも見つけることができます。撮影時点アメリカは 5.25%、 日本は 0.0%、 欧州に関しては 4.5% です。でこれ場合によってはですね、例えば 5.25% から 5.5% の間とか、まあそういう風に記載されているケースもあるんですけれども、基本的に左側に書いてある数字で今回は計算していきます。まあ結局そんなに大差は出ないです。そしてこの政策金利からインフレ率、インフレ率っていうのは物価上昇率ってことです。でこれは経済指標 CPI というものの結果をそのままここ数字入れてるだけです。アメリカの CPI は撮影時点で 3.2%、 まあ1年間で 3.2% 物価が上昇しているっていう意味です。この物価上昇率 3.2% というのは、これはただ単に経済指標の結果をここに入れただけです。こんなん誰でもできます。日本にも CPI という経済指標があります。日本の CPI は撮影時点では 2.8% が最新の数字なのでそこに入れてるだけです。だから皆さんはこの政策金利と CPI 両方の結果を調べて数字入れていけばいいだけです。そうすれば皆さんが今この動画を見ている時点での実質金利っていうのを求めることができます。計算式はすごく簡単です。政策金利からインフレ率を引きます。それが実質金利です。めちゃくちゃ簡単でしょ。引き算するだけです。中学生でもできます。
はい、アメリカ撮影時点では政策金利 5.25%、 そして CPI インフレ率は 3.2% です。はい、引き算しただけです。プラス 2.05%。 日本に関しては今ゼロ金利です。まあ正確に言うと 0.0% から 0.1% の間なんだけど、まあ変わんないです。 0.1% の差なんて。どっちでもいいです。 0.0% 引く物価上昇率 2.8% だから、これは引き算したらマイナスになりますよね。だからマイナス 2.8%、 実質金利がマイナスという状態です。一応覚えておいてほしいんですけど、皆さんが金融の用語を覚えるときに頭にね、実質ってついてある用語って結構頻繁に出てきます。例えば GDP ってありますよね。ただの GDP じゃなくて実質 GDP とか出てきたりします。あとは例えばドルのレートに関しても実行レートとか実質実行レートとか、その頭に実質がつくかどうかの違いってあるんですけど、頭に実質とついている場合はそれは物価を考慮したっていう意味です。だからこの実質金利もそうなんですよ。普通の金利はこれです。政策金利、これが普通の金利です。でもそこにインフレ率を計算値として加えてますよね。政策金利引くインフレ率、ちゃんと物価を考慮して計算式の中にこの物価上昇率が入っているから実質金利ということです。ここで皆さんの頭に疑問が浮かびますよね。おいおい筋肉ちゃんよと、この政策金利を知ってるだけじゃダメなのかと。ダメではないけど、これしか考えていないと皆さんはある罠に引っかかる羽目になります。どういう罠かというと、例えばアメリカの中央銀行 FRB ですね。 FRB が利上げをしました。アメリカが利上げをしたらドル高ですかドル安ですか。ドル高ですよね。利上げイコールドル高とみんなが覚えているのに、実際に FRB が利上げをするとドル高にならないこともありますよね。逆にドル安になっちゃうことだってあります。その背景にあるのがこの実質金利なんですよ。もっと分かりやすい具体例を出しましょう。撮影時点で日本はですね、めちゃくちゃ久しぶりに利上げをしました。日本ってずっとマイナス金利だったんですけど、ついに 0.0% まで利上げをしました。ただ結論ですね、利上げをしたのに円が買われるどころか売られました。その背景にあるのは、結局利上げをしたところで日本って実質金利マイナスだよね。要するにこのね 2.8% っていう物価上昇率を上回る数字で利上げができていないと本質的に意味がないよねってことです。数字上の金利がいくら利上げによってマイナスからこうやってゼロにね上がったとしても、実質金利が結局マイナスなんだから円を買う理由はないよねというふうに大口は判断します。今まで皆さんはここしか見てなかったんですよ。こっから横を見てなかったんですよ。だから、いや利上げしたのにドル買われないじゃないかとか、利上げしたのに円買われないじゃないかとかいうふうに考えてたわけなんですけど、その背後にあるのが実は大口みんな見てますこの実質金利という考え方なわけです。例えばね、日銀がいやこれからどん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 利上げをしていきますよというふうに言えば、大口もね、あ、じゃあこのマイナスの実質金利もいずれプラスに転換していく、プラ転していくんじゃないかって思いますよね。その時に本格的に円を買ってきます。その時は円の対極は円高になりますね。なぜなら実質金利がプラスになる絵が見えるからです。実際に実質金利がプラスになる必要はないです。もうなりそうってだけで大口はもう頑張って円買ってくるんで。ただ連続利上げにはならないっていうふうにね、もう日銀のトップが言っちゃってるんで、利上げをしたところで実質金利がマイナスな国の通貨っていうのは売られていく運命なわけです。皆さんが今この動画を見てる瞬間どうですか？日本の実質金利どうなってるかぜひ確認してみてください。それが今後の円の動き、まあすなわちドル円の動きを測っていく上で超超超重要になります。ああ、なるほどねと。これを見るだけじゃなくて物価を考慮した実質金利を見ていくことで大口は判断してくるんだなと。理解が深まったよっていう方はぜひいいねボタンを押して教えてください。結構ね、実質金利とかこのワードだけ聞いてもみんなわからないと思うし、専門用語だから理解しづらいんですよね。ただこういうのをね、わかりやすく説明するのマジで筋肉得意なんでね、他にも動画いろいろアップしてますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、実質金利みんなももうね馴染んできたと思います。ここで気づいてほしいことは、この物価インフレ率っていうのは物価上昇率って言いましたよね。だから要するにこの物価を考えるってめちゃくちゃ重要なことなんだなって、ここがポイントなんですよ。物価っていうのは経済の体温計です。子供が熱出したら解熱剤飲まして熱を下げますよね。まあそれと一緒で、物価が高くなっているかあるいは低くなっているかによって処方箋が変わってきます。でその処方箋、お薬がこの政策金利なんですよ。基本的に物価が上がっている、すなわちこの物価上昇
昇率インフレ率が高い場合っていうのはそれよりも高い金利にしていきます。アメリカだったら今 3.2 よりこの金利 5.25 の方が高いですよね。この状態になれば物価はいずれ落ちていきます。当然ですね、物価上がりすぎると国民の生活困りますよね。あとは景気が過熱しすぎている、まあバブルですよね。ほらバブルになるとさ、株価もそうだけど不動産価格とかもめちゃくちゃ上がってっちゃいますよね。だから価格が上がりすぎてるってことはバブルの可能性もあるわけなんで、この金利を引き上げることによってこのインフレ率上がりすぎた熱を冷まそうということをしてくるわけですね。なのでまあ経済というまあ子供がいて中央銀行が親なわけですよ。でこの物価っていうのが子供の体温計なんで、このインフレ率が上がってできたら中央銀行は金利を引き上げて物価を下げようとする。超シンプルです。じゃあ逆に物価が下がりすぎてるなっていう場合、まあ僕ら国民からしたらね、物価が下がるっていうのはいいことなんですけど、基本的に物価が下がり続けている状態、まあいわゆるデフレですけど、デフレっていうのはもう景気が悪いってことです。みんなが物を買ってない、みんなが物を買わなければ買わないほど物価は下がっていきますよね。だからそれイコール不景気だってことです。みんなの財布の紐固くなっちゃってる状態だ。そのままだとまずいんで、今度中央銀行が何してくるか、金利を下げていきます。で金利を下げることによって今度は物価が上がりやすくなります。そう、もうみんな気づきましたよね。政策金利とこのインフレ率っていうのは逆に動きます。金利を下げれば物価が上がっていく、逆に金利が上がれば物価は下がっていきます。中央銀行はそのように利上げとか利下げ、この金利を上げ下げすることによってこの経済の体温であるこの物価をコントロールしているわけです。あ、ちなみにね、 FX トレーダーの人って結構これ知らない人が多いんですけど、そもそもね、アメリカの FRB とか日本の日銀とか中央銀行の存在意義って知ってますか？これはですね、物価の安定です。物価を安定させるために中央銀行って存在するんですよ。で物価を安定させるためにこの政策金利を上げたり下げたりして対応をしているってことです。そして今この動画を撮影している時点では実は物価がめちゃくちゃ上がりすぎたんですよ。でそのために各国の中央銀行がめちゃくちゃ早いペースで利上げをしました。で利上げをした結果物価が下がってきた今段階です。物価が上がりすぎたものを下げるために金利を引き上げまくった、いわゆる利上げフェーズに入った。その時っていうのは基本的に、まあちょっとこの極東の島国のこの実質金利マイナスはさておき、基本的に世界全体として実質金利はプラスになります。だって実質金利がプラスにならないとこのインフレ率っていうのは落ちてこないからです。一回利上げしただけで実質金利がマイナスなままの国っていうのは放っておけば物価は上がっていってしまいます。また、まあそして物価が上がるということはイコール、それは通貨安、要するに円安なわけです。通貨安と物価高はこれイコールです。これも覚えておきましょう。今この撮影時点では世界各国利上げフェーズなわけなんだけど、いずれこの物価がもっと落ちてくれば利下げフェーズに入ってくるわけですね。そうすると各国の実質金利は今度はプラスからマイナスに向かっていきます。でその時は当然一番実質金利マイナス深掘りそうな国の通貨が優先して売られます。例えば欧州の中央銀行 ECB、 アメリカの中央銀行 FRB、 どっちの方が利下げ多くやりそうかな。もし ECB の方が利下げ多くやりそうな場合、ユーロドルって上がりますか下がりますか？これはユーロドル下がりますよね。だって欧州の方が利下げの回数が多くなるんだったら実質金利マイナスにも早く到達するだろうし、そこからも利下げするんだったらマイナス深掘りますよね。アメリカよりも欧州の方が利下げの回数が多い、もうその観測でユーロドルは下がります。その背景にあるのが実質金利です。まあ今ね、もうこの極東の島国はさておきね、世界各国実質金利プラスですから、やっぱりいち早く実質金利がマイナスに来そうだなっていう国、そういう動きが見えてきたらもうその国の通貨は売られますよ。そういう風に大口は取引をしているのね。だんだん面白くなってきたでしょ。あ、なんかファンダメンタルズってとっつきにくいなってイメージあったけど、結構シンプルじゃんって思いません？要するに政策金利とインフレ率の数値、どっちが高いかどっちが低いかですよ。ただそれだけの話。こっちが高かったら実質金利マイナスだし、いや物価の方が高かったら実質金利マイナスっていう、ただそれだけです。ただここで終わらないです。もう完璧にこの実質金利についてはこの動画でみんなに理解してほしいので、ちょっとかゆいところまで手届かせていきますよ。今から話す話は、例えば皆さんが住宅ローンを組む時なんかにも知っておかなきゃいけない考え方になります。例えばじゃあ日本は今この動画撮影してる時点で実質金利マイナスなわけなんだけれども、実質金利がマイナスってことは要するに物価
上昇率の方がこっちの金利よりも高い状態ですよね。ということはこれってお金を借りて何か物を買った方がいい状態っていう話になります。金利っていうのはそもそもお金を借りるときに払わなきゃいけないものですよね。だからこの金利が低い方が、まあこの中で一番低いのは当然日本の円ですね。したがって日本でお金を借りるのが一番お得という話になります。まあ政策金利がゼロだからといって当然ね、僕らが何かローンを組むときの金利がゼロになるわけではないんだけど、まあ政策金利がゼロである時点で当然お金を借りるときの金利も他の国と比べて低いです。じゃあ低金利でお金を借りてきて何か物に投資すればいいんですよ。例えば株、あるいは不動産、ゴールドでもいいんですよ。何かしら物に投資をすればいいんですよ。現金として持っとくんじゃなくて物に入れるんですよ。だって物価上昇率が金利より高いんだから、その方がお得でしょ。だから借金して物を買った方がいい状態っていうのがこの実質金利マイナスの意味なんですよ。だからほっといたらそれは物価上がりますよ。だってみんなが物を買うから、みんなが物を買えば買うほど物価は上がっていきますよね。不動産もみんなが欲しがるからどん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 価格が上がっていく。不動産持ってる側は値上げできますからね。話をまとめると、実質金利がマイナスの状態は借金してでも物を買った方がいい状況なので、大口の投資家たちはみんな頭いいんでそうやって物を買っちゃうんですよ。だからインフレが止まらない、物価上昇が止まらないという現象になります。さっきも言ったんだけど、物価上昇イコール通貨安、日本での物価上昇イコール円安ですから、実質金利がマイナスなうちっていうのは長期で見れば見るほど円はどんどん売られていきます。まあもし仮に日本以上に実質金利マイナスな国、そこと比べるんだったら円は買われますよ。円高にはなり得ます。ただ今撮影時点のこの先進国各国の実質金利の比較において円が買われ続けるっていうのはもうまず見通せない。だから今皆さんがこの動画を見ている瞬間の日本の実質金利なんかは特にね、注意して見てあげてください。ドル円クロス円やってる人多いと思うんでね、円がつく通貨ペアを取引してる人はもう絶対やらなきゃダメ。さあそして実質金利がプラスな状態ですね。これはさっきと逆でお金を借りるときに払わなきゃいけないこの金利、これが高くなってますよね。日本のゼロと比べてアメリカは 5% 以上あるから、これ借金すると支払いが大変になります。いやそれでもどうせ物の価格上がるから物に投資しちゃおうと思ったら、今撮影時点アメリカの物価上昇率 3.2% です。確かに物に投資しておけば値上がりする可能性はある。でもそれ以上に 3.2% 以上にこの金利がでかいですね。 5.25% あるわけですから、結局借金をして物を買うっていうのがこれは成立しない状況ですね。だから積極的にみんなが物を買おうとはならないわけです。だからいずれ物価は落ちていくよねという話になります。さあ実質金利がプラスなのかマイナスなのか、その大きい違い理解してもらえたと思います。とっつきにくいファンダメンタルズもこうやって分かりやすく理解してあげれば、皆さんがトレードする際のこの通貨ごとの対局、大きいトレンドを捉えるのに役立ってくれます。ここまで理解できてるよという方はいいねボタンを押して教えてください。もういいね押しちゃったって方はコメント欄にここが分かりやすかったよとか、こういうパターンはどうなるのとか、皆さんの感想や質問書いておいてもらえるとありがたいです。全部には答えられないんですけど、次の動画を撮るヒントにさせてもらいます。ここでマイブレンドたちにお知らせがあります。皆さんはテクニカル分析のみのトレードに限界を感じていませんか？リューチェル社長のメンバーシップでは初心者がつまずきやすいファンダメンタルズの解説動画を週5回お届けしています。高頻度に動画が届くので最新の情報はもちろん、経済イベントの結果で大きい値動きが出た場合もしっかり対応することができます。今のトレードを続けても損失が膨らむだけなんだよなと思っている方はこのチャンスに本気で学んでいきましょう。メンバーシップの動画は初心者にも分かりやすいとたくさんのメンバーさんたちからお声をいただいています。興味がある人は下の説明欄の一番上のリンクをタップ、その後にブラウザを選択してください。僕はいつもサファリを使ってます。そして月額が2990円となっているのを確認してからメンバーになるボタンをクリックしてください。はい、ここまでの話をまとめると、実質金利がプラスな国の通貨は長期的に買われる、そして実質金利がマイナスな国の通貨は長期的に売られるという話です。ここからはもっと具体的に今回の知識をどうトレードに応用していけばいいのかっていうのを話していきます。最初にポイントをまとめておきます。よく聞いてくださいね。今現在実質金利が何パーなのかよりも、この先実質金利がどうなりそうなのか、それに伴って大口は取引をしてきます。例えば利下げフェーズの場合、はい、利下げはどんな時に行われるんでしたっけ？物価を上げたい時ですよね。物価が下がりすぎてる、みんなが物買わない、不景気だ、そういう時に景気刺激策をする、その一つが利下げです。ポイントはこの利下げフェーズにおいて利下げがどれくらい何回ぐらい行われそうなのか、何個かパターンを書いてみました。例えば利下げフェーズで金利を下げていくんだけれども、まあ実質金利、ここゼロって書けましたけど、ここが
は実質金利プラマイゼロのところですね。この横線、実質金利はマイナスにはならないかなっていうところまでの利下げ、これ丸1番です。次この点線ですね、実質金利がこのゼロより下マイナス圏に入るところまでの利下げが織り込まれている。そして最後3つ目、この破線ですけれども、実質金利かなりマイナスになるところまで利下げしていくだろうと思われている。まあじゃあ例えば1番上アメリカ、2番目 EU、 3番目イギリスというふうに考えてみましょう。この場合一番売られる通貨はどの国の通貨ですか？当然イギリスのポンドですよね。なぜなら一番実質金利がマイナスになるところまで利下げが織り込まれているからです。想定されているから。実際にここまで利下げが完了してからポンドが売られるのではなく、今現時点でじゃあここでスタート地点は一緒、スタートの金利は一緒で、そこから利下げ合戦になった時に一番利下げすることになるのは今の経済の状況を考えるとイギリスだよねってなった場合、その瞬間にポンドがドーンと売られていきます。ドルに対しても売られていく。ドルは実質金利マイナスにならないんじゃないかって思われてるわけだから、まあドル単体で見たら利下げっていうのはドル安要因ではあるんだけど、 FX って他の通貨との組み合わせじゃないですか。ドル円だったらやっぱドルと円だし、ユーロドルだったらドルとユーロで、ポンドドルがドルとポンドですよねって考えた時に、結局同じ利下げフェーズであっても、まあ基本的にね先進国は全部同じ方向にやります。アメリカが利下げしたらみんな利下げフェーズに入るし、アメリカが利上げに入ったらみんな利上げフェーズに入ります。基本的に足並み揃えます、どこぞの極東の島国以外は、日本ね。というわけで利下げフェーズに入ったら、じゃあどこの国が一番利下げするのかっていう利下げ合戦になるわけですね。でそれは最終的に利下げフェーズが終わった時にね、もうこの状態になって初めて、あじゃあ一番金利が低いから、あじゃあポンド売りますかとか、そうじゃないんですよ。もうこの時点でどのぐらいの利下げが想定されるか、それを経済指標の結果とか、あるいは中央銀行の要人の発言ですね、そういったもので大口はどの国が一番利下げしそうかな判断をして売ってくるわけです。もっと具体的な話しましょうか。例えばアメリカの雇用統計、皆さんも注目してますよね。僕もこのチャンネルで毎月ライブをやらせてもらってます。まあたまに海外行ってる時はねちょっとお休みさせてもらうこともあるんですけど、アメリカの雇用統計はじゃあ予想一致普通だったと。で欧州も当然雇用統計ありますけれども、ちょこっと悪いぐらいだった。でイギリスの雇用統計はなんとめちゃくちゃ悪かったと。で景気が悪い国ほど大きく利下げをしなきゃいけなくなります。だからポンドが売られるという話です。もうそれは経済指標の悪い結果、他の国と比べてめちゃくちゃ悪いじゃんっていう結果が出た時に、あじゃあイギリスの中央銀行は利下げめっちゃやんなきゃいけないよねと、もうそこまで大口の頭の中から回ってるんですね。もうチャートって早い者勝ちなんで、なるべく早くそこやっていくわけですね。なので利下げを待たずにポンドが売られていくという話になります。そして一番大事なことは、そのファンダメンタルズが強ければ強いほど、その流れ、この場合だったらポンド売りは継続するということです。僕ら個人トレーダーにとって一番大事なポイントがここなんですよ。基本的に日本の FX 個人トレーダーっていうのはテクニカル分析を主に使ってやる人が多いですよね。じゃあ例えばチャートにこう水平線が引けたとしてですね、そこをブレイクしたで押し目がちょっと来たから、じゃあここで買いましたと。でこのトレードが良い結果になるかどうかって、結局ねこの上昇の背景、理由、それが強いかどうかなんですよ。それが強ければドンと続伸するし、弱ければ結局ブレイクしたものが騙しとなって損切りになるということなんですね。なので大事なことは、このね上昇波の中のテクニカル分析、オシレーターとかローソク足とか見るのももちろん大事ですよ。ただそれに加えて、この上昇の中身はファンダメンタルズ的にどういうものなのかな、っていうかそもそもファンダメンタルズあるのっていうのを見てあげてほしいんですよ。テクニカルだけしか見てない人の弱みってそこなんですよ。テクニカル分析はもちろん大事なんだけど、なんでローソク足が上に行ったのかっていうのは教えてくれないんですね。ローソク足じっと見せても、例えばねこういう陽線があったとして、ちょっと下着があってね、でこの陽線の中にね、例えばイギリスの利下げの影響でとかはこんな書いてないですからね。こういうローソク足あったら便利なんですけど、残念ながらローソク足が上がった背景、下がった背景っていうのは僕らトレーダー自身が自分たちでちゃんと調べないといけないんですよ。で皆さんが見ているチャート、日足とか週足レベルでめちゃくちゃ長いトレンド来るときありますよね。ああいうときに逆張りしてると、どん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 証拠金なくなっていくでしょ。皆さん経験あると思います。もちろん僕も初心者の頃たくさんやらかしました。でああいう強いトレンドの時っていうのは、もう例外なくこの値動きの背景に強いファンダメンタルズがあります。
だからそれに逆張りしちゃダメなんですよ。でそのファンダメンタルズが値動きにどういう影響を与えていくのかっていうのが今話してるこれなんですよ。金利が下がる、その中で実質金利マイナスになっていくっていう観測が一番強い通貨が利下げフェーズでは売られるよっていう話なのね。だからそれを分かっていればこの上昇の背景を見た時にね、じゃあポンドドルだったらイギリスとアメリカですよね、その両方のファンダメンタルズもちゃんと把握して、あ、これはちゃんとファンダメンタルズにのっとった方向への値動きだなって分かればトレードしやすいわけ。個人トレーダーの取引ってもう後出しじゃんけんしかないんですよ。これはテクニカル的にもそうだしファンダメンタルズ的にもそうです。だって結局一波目を作るのって大口なんだから、皆さんが大口じゃなくて個人トレーダーである以上はモノ本の一波目には乗れないですよ。もちろんね、逆張りに逆張りを繰り返してたまには勝てるかもしれないけど、それずっと長期間続けてたらまあ当然証拠金持たないですよ。てかいくらあっても持たないから、もう財布に穴開いてるのと一緒だから。って考えた時に結局生まれた値動きに対して後乗りしていけるかどうか、テクニカル分析もファンダメンタルズ分析もそこが大事なんですよ。でファンダメンタルズ分析はその後乗りをしていけるのかっていう判断がしやすいんです。さあだんだんとファンダメンタルズとテクニカルを合わせていくトレード、皆さんもイメージついてきたんじゃないですかね。でここで皆さんにいいお知らせがあります。このね、アメリカは実質金利マイナスにはならない程度の利下げしか織り込まれていない、 EU については実質金利マイナスになる、でもイギリスに関してはそれ以上だと。じゃあこのどれくらい利下げされそうなのか、あるいは利上げフェーズだったら利上げされそうなのかっていうのを何かね数値化して誰かまとめておいてくれる人いねえのかということなんですけども、実はですねこの Fed Watch というサイトがあるんですけれども、このサイトを見れば大口の投資家たちがアメリカの中央銀行がどれぐらい利下げもしくは利上げをしてくると想定してるのかっていうのを見ることができます。これ誰でも無料で見れます。英語のサイトではあるんですけど、見方を覚えちゃえば英語を読む必要はないので、このサイトの見方を解説した動画僕すでに撮ってありますから、それを下の説明欄に貼っておきます。ファンダメンタルズを取り入れると自分のトレード変わりそうだなって思ってくれてる方はぜひその動画を見てみてください。でここまでね、いろんな国のアメリカ、 EU、 イギリスなんかを具体例に話してきましたけど、この中で一番重要な国はどこなのかっつったら、それは問答無用でアメリカです。どう考えても結局皆さんが取引している通貨ペアほとんどにドルってついてますよね。ドル円、ポンドドル、ユーロドル、豪ドル、アメリカドルって、ドルがついてる通貨ペアのことをドルストレートと言いますけれども、その取引量が一番多いです。クロス円、ユーロ円とかポンド円とか豪ドル円とかね、ドルがつかない通貨ペアもありますけど、もうめちゃくちゃ取引量ちっちゃいから、基本的にはドルと名の付く通貨ペアを取引するのが基本です。まあ日本人のもう8割9割はドル円の取引ですけどね。ということで皆さん大好きドル円に関してもですね、結局このアメリカの動向っていうのが一番大事なんですよ。ちなみに今この動画を撮影している時点では今から利下げフェーズに入っていく、そういうフェーズなんですけれども、文字通り僕が具体例で示した通りアメリカが一番利下げね遅くなりそうなの、他の国と比べて景気が強いからです。だからいずれ利下げするってことは間違いないんだけど、他の国と比べて経済指標の結果がドルが強いから結局ドル高基調が続いているってことなんですよね。いずれドル安なんだけどまだドルが強い。でその反面他の国の景気は悪くなっていく、利下げ観測は高まっていくんで、ユーロドルだったら下がる、利下げが来る EU の通貨であるユーロは売られて、で利下げがまだ遠いアメリカのドルはサポートされてドル高が起床ってことで、ユーロドルは下がるしポンドドルも下がるっていう、まあそういう目線でチャートを捉えていく。でこれが今度アメリカの経済指標が悪くなってきた、そういう風にマーケットは変化していきます。でそうなった場合はこのアメリカのこのねなだらかなものがこうなってくる可能性が意識されますよね。今までこうだったものがこうなるわけだから、これは非常に強いドル安圧力になります。でこっちからこっちへの変化が急であればあるほど、そのドル安の圧力は強まります。だから十分そのドル安を示すような経済指標の結果なり要人発言が出てからでも乗っていけるよねという話になります。もちろん全てをファンダメンタルズ根拠で決める必要はないです。テクニカルと組み合わせながらです。だから皆さんテクニカル分析メインでねやってる人の方が多いと思うんで、今の皆さんのテクニカル分析の知識、エントリー手法、それとこのファンダメンタルズがあった時にエントリーしていく、そういう風にするだけでも全然変わってきます。そもそもね FX うまくいってない人ってもうねポジポジ病なんですよ、ただの。でそれがもう治んないの、もうお金に振り回されちゃってるんですよね。ファンダメンタルズを学ぶすごくいい効能っていうのはポジポジ病が治ることです。だってファンダメンタルズが大きい流れ、日足レベルのトレンドを決めるんだから、それをしっかり勉強して把握していればですよ、ファンダメンタルズが強い流れ、こういうのが出てきた時にそれに逆張りしようっていう発想がなくなるんですよ。でファンダがドル円上なのにわざわざドル円ショートしようってならないわけですよ。だってその大きい流れに逆張りな流れをしててもそれ続ければ続けるだけ損する可能性高まりますよね。確実にコーラを飲んだらゲップが出るってぐらい確実なわけですよ。はい、今度は利上げフェーズもやっていきましょうか。利上げフェーズの場合は基本的に利下げフェーズの
終わった後に利上げフェーズが来ます。でまあ当然ね、利上げフェーズが終わったら今度また利下げフェーズになっていくっていう話なんですけど、まあそうやって順繰りやっていきます。基本的に利下げと利上げを交互にやる中央銀行なんてこのように存在しないです。そんな中央銀行は投資家から一切信用されないです。金利上げたり下げたりしてるって時点ではっきり言ってわけがわからないです。っていうかそんなことをやってたらさっきの実質金利だって定まんないし、経済を安定させる、すなわち物価を安定させる、それが中央銀行の存在意義というふうにさっき話しましたよね。だから物価を安定させることできないです、それじゃ。ということで一旦利下げが始まったらしばらく利下げです、利下げフェーズで。その後は結局利下げすれば物価上がってくんで、じゃあ物価いずれね上がってきちゃうんで、それをもう上がらなくていいよ、もしくは下げるよってなった時に今度は利上げフェーズが始まるわけです。でしばらく利上げやる、でまた利上げも利下げもやらない期間があって利下げに戻っていくっていう、まあそれが通常の経済サイクルです。面白いでしょ。チャートだけ見てると意味のわからない乱高下な値動きの背景には実はこういう大枠の経済サイクルというのがあります。さあでは利上げサイクルなんですけれども、利上げサイクルは利下げをした後なんで、基本的には実質金利マイナスのところから始まるケースがほとんどです。よくね、金融緩和してゼロ金利になったとかって言いますけど、ゼロ金利、金利がゼロということはですよ、これは実質金利は高確率で、マイナスですよね。だって政策金利がゼロで、例えばインフレ率、物価上昇率がまあ 0.1% でもあれば、もうこの時点で 0-0.1 はマイナス 0.1 ですよね。だから実質金利はマイナスという話になります。というところで物価上昇率が少しでもあればもうゼロ金利にしちゃえば実質金利はマイナスなわけです。まあゼロ金利って別にみんなも聞いたことあるでしょ。あれは政策金利をゼロにすることです。はい、ということで実質金利がマイナスな状態から利上げをしていく、まあ、要するに物価を下げたい時に利上げをします。でどこまで利上げするかって物価との相談ですよね。で実際に物価がどれぐらい上昇してるかを示すさっき言った CPI ありますよね。どの国にもこの CPI という経済指標があります。消費者物価指数ですね、 Consumer Price Index。 ちょっと僕帰国子女なんでね、発音だけいいです。この CPI を見ながらも当然だし、他の雇用統計とかそういった経済指標も当然見ていく必要があります。基本的に CPI が高い結果を示す、インフレ率が高いよとか、あるいは他の雇用統計とかが結果がいいよっていう、そういう場合に利上げの観測っていうのはどんどん高まります。こういう経済指標の結果が出る、そうすればするほど利上げ観測っていうのは上がっていきます。ここも1、2、3と書きましたけど、当然3が一番利上げ観測が高いですよね。だから一番経済指標の結果がいい国、 CPI の伸びが高い国っていうのは利上げ観測が一番高まってきます。逆に CPI が早く下がってきた、あるいは他の雇用統計とか小売売上高とかもうどんどん低くなってきてる、そういう国っていうのは利上げはそんなにしなくていいよねって話になるんで利上げ観測は低くなります。だから利上げフェーズの中でも売られやすい通貨になりますね。だから売られやすい通貨を後ろに置いた方がいいですよね。例えばこれがじゃあアメリカなんだとしたら、じゃあ後ろにドルがつく通貨ペアを買った方がいいですよね。じゃあこれが例えばじゃあユーロだとしたら、だったらユーロドルの買いが一番いいですよね。ユーロはもう利上げ観測一番高いからユーロ買いで、利上げフェーズの中でもアメリカは利上げ観測が一番回数が低いとふうになった場合は、まあそういうのフェッドウォッチも見れるんだけど、そういうふうになった場合はユーロドルの買いが一番熱いよねと、少なくともユーロドルの上昇トレンドにわざわざ逆張りする必要はないよねというのが分かります。これさっき利下げフェーズの時に言うの忘れちゃったんですけど、利下げフェーズの時も当然ね CPI 見ていくの大事です。 CPI が低い結果を示した、もうイコールそれは利下げ観測強まります。で他の経済指標の結果も悪いものが出れば出るほど利下げ観測が高まるから、よりこっちに近づいていきます。1、2じゃなくてこっちに近づいていきます。さあここまで動画を見てくれた皆さんのことをマイフレンドと呼ばせてもらいますけれども、この動画をここまで見てくれたマイフレンドたちのアクションプラン、ここから実際に何をどう行動していけばいいのか、はい今書きましたけれども、さっきやった実質金利の求め方ですね、政策金利からインフレ率を引いたものが実質金利になるわけですから、まあ皆さんドル円をトレードしてる人がほとんどだと思います。ということで日銀が今政策金利どれぐらいなのか、そして今後どうなっていきそうなのか、それと同時にアメリカの中央銀行 FRB の動向、 FMC で利上げしそうなのか利下げしそうなのか、そこ大事ですね。日銀とか FMC とか皆さんね、大事なイベントだってことはよくわかってると思うんですけど、ただ実際に何をどうね変化を捉えていけばいいのかって多分みんな分かってなかったと思うんですけど、もうここまで動画見てくれてるマイフレンドたちだったら何見ればいいか分かりますよね。まあ、日銀とか FMC だったら当然実質金利変わりそうかな、利下げフェーズならどれぐらい利下げしていくことになりそうなのかな、利上げフェーズだったらどれぐらい利上げしていきそうになるのかな、利上げしたのに通貨が売られる場合は要するにもう利上げしたってこの辺までしか利上げできないんですね、この辺まではいけないんですね、はいはい、じゃあ結
局実質金利ここより下の状態はマイナスですよね。だから実質金利マイナスの状態がはいはい続くんですね。ああだったらこの通貨は売りですねというふうに判断されるわけだから、その辺を加味しながらこの政策金利追っていくわけです。でもし仮に利上げも利下げもないこの政策金利が変わらない場合であっても、日銀に会見ありますよね。総裁の会見、 FOMC でもトップ議長の会見ありますよね。そこから今後政策金利をどうしていきたいのかっていうのを探っていくんですよ。というか大口はそこを踏まえてトレードをしてきてます。もうしつこいぐらい言いますけど、次利下げフェーズなんだったら今後どれくらい利下げがあるのか、利下げ合戦なんですよ。利下げが多くされるであろう国の通貨を僕らは売るの。そして利上げフェーズの時っていうのはその逆ですね。利上げが今後一番多くされるであろう国の通貨を買うんですよ。皆さんがやらなきゃいけないアクションプラン、一つ目は日銀と FMC をチェックしましょうね、要するに政策金利の動きをチェックしましょうねっていうことですね。じゃあ二つ目のアクションプランは何かって言ったら、今度はインフレ率、これの推移を見守りましょうということですね。結局一番重要なのは実質金利なんだから、実質が頭についている金融用語っていうのは物価を考慮したものであると説明をさっきしましたけれども、インフレ率に関しては CPI ですね、消費者物価指数が一番意識されます。アメリカの CPI、 そして日本の CPI、 これも両方ともチェックをしていきましょうと。こっちの政策金利が変わることっていうのは、利下げフェーズとか利上げフェーズそれぞれ説明しましたけど、このインフレ率の変化によってもですね、さっきね CPI が下がる場合は利上げの回数いらなくなるよねとか、こっちでも CPI が下がるような結果が出れば出るほど利下げの観測が高まるという話をしましたけれども、こっちの変化がこっちに影響をしてくるんですよ。で巡り巡ってこの実質金利に影響してくるんで、インフレ率もチェックしてあげてください。日程も常に把握しておきましょう。今すぐスマホのカレンダーに入れましょう。そしてそれに加えて3つ目がこのフェットウォッチも見ようぜってことです。もう世界の金融の中心、経済の中心はもうアメリカですから。さっき言いましたね、アメリカが利下げ始めたらやっぱりもう全世界が利下げフェーズに入るんですよ。アメリカが利上げするってなったらもう全世界、他の先進国も全部利上げに行きます。ということで一番大事なアメリカのですね、利上げ動向、利下げ動向、これからどうなっていくと大口が想定しているのか、それを表したこのフェットウォッチもチェックしてあげます。フェットウォッチをどう使っていくのかっていうのはあんまりイメージしづらいかもしれないんだけど、じゃあ例えばドル円がね上がっていたとしますよね。でこのドル円の上昇の背景にちゃんとファンダメンタルズがあるのかっていうのが大事なわけですね。さっきここで説明しましたよね。上昇だったら上昇の背景に何かちゃんとファンダメンタルズがあるのかっていうのが大事。特に材料もないのに大口のポジション調整とか、まあ月末によく行われるんですけど、そういったものでただブレイクしただけだったらやっぱり続かないんですよね。大きいトレンドになるかどうかっていうのはファンダメンタルズ次第です。じゃあこのドル円が上昇した背景にちゃんとフェットウォッチの動きがあるかどうかなんですよ。例えばフェットウォッチでアメリカの中央銀行による利上げ、その回数の想定が上がりました、じゃあ丸2番から丸3番になってきましたと、だったらドル円が買われるのってめちゃくちゃ自然なことですよね。アメリカの想定される利上げの回数が上がったんだったらドル高だから、だからこのドル円の上昇には中身がちゃんとあるからドル円のロングついていけますよねという話になるわけです。テクニカルポイントをブレイクしたんだったらそのブレイクについていけますよねっていう話になるわけ。そうやって見極めていくんですよ。政策金利、インフレ率、フェットウォッチ、もうこの3つのチェック大口は毎日当たり前にやってます。僕ら個人トレーダーの仕事は大口に波乗りすることですよね。だったら大口がやってることは僕らもやんなきゃ、真似したいんだから同じことやった方がいいですよね。ファンダメンタルズを学んであげればチャートが動いた背景っていうのが分かります。ファンダメンタルズがちゃんと背景にあるのであればそのチャートの値動きっていうのは継続しやすい。まあ何よりアメリカが利上げフェーズに入っている時の方がドル円は上がりやすいよねっていう話になるわけですよ。だからチャートが動いた、じゃあ上にいいところブレイクしたんだったら、実際に対局がアメリカ利上げフェーズでドル高に行きやすい状態なのか、そこの一致も確認しなきゃダメ。とりあえず上にブレイクしたら買い、下にブレイクしたら売り、こればっかりやってるからポジポジ病でどんどんお金がなくなってくんですよ。値動きの背景にファンダメンタルズがあるのか、そしてその値動きの方向は今日やってるこの通貨ごとの対局と一致している値動きなのか、それをチェックしてあげるとチャートの見え方が変わってきます。テクニカルだけを学んでた頃っていうのはもうとりあえずダブルトップだとかね、あるいはなんだこれで逆三尊だっていうね、こう習った形、勉強した形が出るかどうか、もうそれだけですよね。マクリゴールデンクロスしたのかとか。でもそれだけじゃなくて、じゃあ通貨の対局下の中でのこの逆三尊って出てきてもあんまり魅力的じゃないですよね。だって対局下なんだから。だったらダブルトップとかそういう下落を示唆してるチャートパターンが出てくれた方が乗りやすいですよね。そうやってエントリーをどんどん絞っていく、ポジポジ病を直していくっていうのはそういうことなんですよ。ぜひマイフレンドたちにもファンダメンタル
メンタルズを取り入れたトレードをしてほしいなと思います。僕は YouTube でメンバーシップやらせてもらってます。その中では最新のファンダメンタルズを解説した動画を週5回アップさせてもらってます。なかなかファンダメンタルズの情報を自分一人で追っていくっていうのは最初難しいと思います。ただポジポジ病がどうしても治らない、テクニカル分析だけで FX やってもなかなかうまくいかないっていう人はぜひ一度僕のメンバーシップに入ってファンダメンタルズを取り入れた上でのトレードっていうのを経験してみてください。月額は2990円ということで有料にはなるんですけれども、まあ、正直皆さんが今まで損切りしてきた金額と比べたらもうビビたるものだと思います。3000円で最新の情報を買ってると思ってください。それがあれば目の前のチャートの値動きがちゃんと中身が伴ったものなのかっていうのを見極めていくことができる。このままトレードを続けていっても証拠金が減っていくだけなんだよなって感じてる方はまず3000円でポジポジ病を卒業しましょう。ファンダメンタルズ確かに難しい部分もあります。そこはもう綺麗事言いたくないんで、確かに難しさはあります。ただまあここまでこの動画を見てくれている人であればどうですか、皆さん今までで一番分かりやすくなかったですかっていうのはちょっと言い過ぎかな。まあでも僕の YouTube が今撮影時点でチャンネル登録が14万人していただいているんですけど、そのぐらい登録してもらえているっていうのはやっぱり説明が分かりやすいっていうのは大事な部分だと思うし、僕もそこにとにかく力点を置いて解説させてもらってます。動画作らせてもらってます。今日の動画を見てファンダメンタルズトレードに取り入れたら変わりそうだなと思ってくれた方はぜひメンバーシップでね一緒に勉強していきましょう。下の説明欄のリンクから参加することができますので、皆さんとメンバーシップの方でもお会いできるのを楽しみにしてます。はい、ということで今回は実質金利に関して解説をさせてもらいました。勉強になって分かりやすかったよという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。これからも皆さんのトレードスキルが向上していくようにね、分かりやすい動画をたくさん上げていきますのでぜひ応援してもらえると嬉しいです。ちなみに動画の前半と後半でね、一つだけ僕の格好が変わってるところあるんですけど、皆さん気づきましたかね。まあ分かりますよね。それに気づけるレベルでこういったね金利がどう動いていきそうなのか、その変化にも敏感に感じ取れるようになっていきましょう。ということで今日の動画は以上にしたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。ジャバイスユー、ジャバイスユー。